県立九十九里自然公園釣りが先海岸釣りが先海岸は千葉県調鮮郡一宮町にある九十九里浜の南端に位置する海岸サーフィンの盛んな場所として知られ2020年東京オリンピックにおけるサーフィンの競技会場釣りが先海岸サーフィンビーチとなる予定釣りが先海岸の有形九十九里浜の最南端に位置し全域を 千葉県立九十九里自然公園に指定されている。年間を通して良質な波が打ち寄せることから多くのサーファーに親しまれている。ハイレベルなサーファー及びプロサーファーが集まることからサーファーが技術を磨くサーファーの聖地、波乗り道場として知られる。年間約60万人が波乗りに訪れ、一宮町への移住者も増えている。海岸の砂浜には鳥居が喫立しており、 玉前神社の霊祭である、カズ十二社祭りなどが行われている。釣りが先海岸広場には舗装された、駐車場、シャワー施設、エコトイレなどが整備されている。サーフィンの大会も多数開催されており、2016年5月と2017年5月には、国内で開催された、国際大会の中でも最高レベルにあたる QS6001 の宮千葉オープンが開催された。 また、2020年開催予定の2020年、東京オリンピックにおけるサーフィンの競技会場として、国際オリンピック委員会によって決定された。玉前神社毎年9月には、玉前神社の例祭である、カズ十二社祭りが釣りが先海岸で行われている。その期限は、807年に遡るとされ、千葉県無形民族文化財に登録されている。毎年6月には、 玉の裏経営業と称されるみそぎが行われる。釣りが先海岸の中でも最も南に位置する国内屈指と評されるサーフポイントはシダシタと通称されている。これは1958年から1985年までシダトシヒサをはじめとするシダ家が経営する海の家が毎年5月から9月にかけて営業していたことに由来する。シダシタは 各種のサーフィン競技会の会場とされている。したをホームブレイクとする選手も多く、2015年に日本人として初めて全米オープンで優勝を制した大原洋人、世界の国際大会などで活躍中の稲葉霊を全米サーフィン選手権で日本初優勝を果たした岩見天使など多数の有力選手が輩出されている。ありがとうございます。